ビットキーパーは、コンピュータのソースコードのバージョン管理システムの一種で、ある、ラショナルクリアケースやパーフォスと競合している、ビットムーバーインクが開発した。ビットキーパーは、ティムウェアのコンセプトに基づいて構築された。最大の利点は、分散開発において、各開発者の手元のローカルなリポジトリと中心の、リポジトリの製法を取りつつ開発が進められる、点である。ビットキーパーは、 もともとプロプライエタリソフトウェアであるが開発開始から15年以上を経た2016年5月リリースの7.2オースをもってオープンソース化された。以後はアパッチライセンス2.0で提供されている。ビットキーパーはその高い性能から2002年から2005年にかけて Linux カーネルのソースコード管理にも用いられた。しかしそのライセンス条件をめぐってオースコミュニティとの間で 大きな議論を引き起こすこととなった。ビットムーバー社はオープンソースやフリーソフトウェアのプロジェクトにビットキッパーの利用を無料で提供していた。これには有名なリナックスカーネルのソースコード管理も含まれていた。この際のライセンスにはビットキッパーをオープンソースやフリーソフトウェアのプロジェクトで無料で利用する際の条件が付けられていた。それはビットキッパーを無料で利用した開発者は 利用をやめてから1年間まで競合するツールの開発に関わってはならないというものであった。この条件は競合ツールがオープンソースであってもフリーであってもプロプライエタリであっても適用される。また、このバージョンのビットキッパーでは利用を許諾していないプロジェクトで使われることがないようビットムーバー社が運営するサーバーと一種のメタ情報をやり取りするようになっていた。リナックスカーネル開発に ビットキーパーを採用するという決定には異論があった。例えば GNU プロジェクトの創始者リチャード・ストールマンは最も有名なフリーソフトウェアプロジェクトで商用ツールを利用することに懸念を表明した。リナックスのリーダーであるリーナ・ストーバルズや主要な開発者はビットキーパー採用に積極的だったが一部の主要開発者はビットムーバーによるライセンス条件が プロジェクトの方向性をある程度制限するものであるとして反対した。このような懸念を払拭するため、ビットムーバーは Linux のビットキッパーサーバーと CVS やサブバージアンを使っている開発者との間にゲートウェイを追加した。その後も主要な開発者と自らも Linux 開発者であるビットムーバーの CEO、ラリー・マクボイを巻き込んだ論争が起きた。2005年4月、ビットムーバーは 無料でのビットキーパー提供をやめると発表した。これはアンドリュー・トリジェルがやったことが原因であった。彼はオスデルでリナックスカーネルとは関係ないプロジェクトにも関わっており、ビットキーパーの最新版以外のメタデータを見られるクライアントを開発しようとしていた。メタデータを参照して過去のバージョンとの差分を見ることはバージョン管理システムの根幹の機能であり、 ビットキッパーのライセンスが提供されないものには見ることができない。これはライセンスを持たないリナックスカーネル開発者にとっては非常に不便だった。ビットムーバーは一部のカーネル開発者には商用ビットキッパーを無料で提供することを決定したがオスデルの従業員には無料提供も販売もしないとした。これにはリーナ・ストーバルズやアンドリュー・モートンも含まれる。このため Linux のソース管理ソフトウェアとして、キットプロジェクトが開始されることとなった。無償提供の期限は2005年7月1日までとされ、ユーザーはそれまでに商用版への移行か、バージョン管理システムを別のものにする必要が生じた。商用版のユーザーも競合ツールを開発しないことを要求される。2005年10月、マクボイはウィットキーパー商用版を利用している。ある顧客に対して、 同企業の従業員が GPL のソース管理ツールマークユーリエルの開発に参加しているのをやめさせるよう求めた。当の従業員、ブライアン・オサリバンはこれに対して競合の可能性を避けるため、私はビットキパーの商用版を使い続ける限り、マークユーリエルの開発に関与しないことをラリーに申し出たとしている。 ビットムーバーは一連の騒動から11年を経た2016年5月にビットキーパーをオープンソースの下でリリースした。ありがとうございます。